うっす、うっす、うっす、うっす。いやいや、今日、天気が悪い。雨降ってもらいますね。雨が降っております。天気が良くないと。てか今日祝日なんですね、世間は。そういう噂を聞いたんですけど。全然知らなくて。世間は3連休ですか。目がかゆい。いいですね。3連休か。今日なんですけど、中田秀、かっけえなって話をしようかなと思って。中田秀、かっけえなっていう。いや、知ってるよな。皆さん、今の若い子とか、中田秀はくらい知ってるよね、中田秀って。中田秀俊っていうさ、元サッカー選手で。今なんかほんといろんなことをやってる人がいるんですけどね。中田秀、僕結構中田秀好きで、本当に。本当に僕が、サッカー少年だった時、ドンピシャに活躍してた選手でね。そうそうそう。俺中田秀結構好きだったんだよな、プレイスタイルとか。すごい、いいパス出すんだよな。で、なんかね、なんとも言えない、なんだろうね。なんとも言えない、その独特のね、雰囲気とね。やっぱかっこいいな、プレイスタイルがな。で、当時から僕結構中田秀好きでね。なんですけど、今日はそのサッカーの、うんぬんの話ではなく、中田秀がサッカー辞めた後の話ですよ。サッカー辞めた後ね、中田秀何したかっていうと、現役を引退した後、自分探しの旅をするっつって、世界中をね、回ってたんですよね。まあ、放浪の旅っていうとちょっとまあ、そんなお粗末なものじゃないと思うんですけど、世界中をね、なんかいろんな国行ったりして、回ってね、で、滞在して、みたいな。なんかね、そういう、まあ、なんだろうな、活動というか、なんというかっていう、そういうことをしてたんですよね、サッカーやった、終わった後に。でね、なんか、僕は、それでなんか一時期ね、そのね、自分探しっていうのがちょっと流行ったんだよな。ちょっとこう、バズワードじゃないけど、自分探しの旅、みたいなのがちょっと流行った時もあって。で、僕は、それに加えて、なんかね、誰かがね、その自分探しの旅なんか行ってんのはなんかね、意味ねえみたいなこと言ってた。誰だっけな、忘れたんですよ。茂木健一郎だっけな、ちょっと忘れたんですけど、なんかそういう系のなんか人、コメンテーターとか誰かが、自分探しの旅なんかしちゃって意味がないんだみたいなこと言ってたっていう記憶がすごい僕の中であって、その自分探しってね、今も多分使ったりすると思うんですけど、自分探しってなんだろう、かつ自分探しの旅ってなんだろうっていうか、それはね、なんかちょっとずっと頭の片隅にあったんですよね。自分探しって何、そして自分探しの旅ってのは意味があるのか、どういうことなのかふうに思ったんですよ。思ってたんですけど、これね、最近気づいたんですけど、結論、自分を知るっていうことは世の中を知るってことなんだなっていうふうに気づき、その時に、あ、中田秀が、ね、現役引退後に、自分探しの旅に出たと。あ、それはそういう理屈だったのかっていうのを僕勝手に納得したっていう、そういう、話をしようかなと思うんですけど。そうそう、つまりどういうことかというとね、これまあ僕いつもラーメンで例えますけど、醤油ラーメンしか食わないやつって、食ったことないやつってラーメンのこと全然わかんないと思うんですよ。醤油も食って、味噌も食べて、豚骨醤油も食べて、塩も食べて、で、いろんなのを食べて、初めてなんか自分がこれ好きだなとかいうのも出てくるし、自分の中にある種の基準が出てくるわけじゃないですか。でしょ？そうそう。だから、いかに、だから、なんていうかな、自分がどういうものを好きかとか、自分がどう思うかっていうのは、どれだけなんかそれをなんか知ってるか、どれだけ知ってるかにすごい依存してるなって思うんですよね。そうそうそう。だから醤油ラーメンしか知らないやつって、
その他いろんなラーメンを食べ歩いている人に比べたら多分ね、そのラーメンのことなんか多分分かんないんですよね。うん、ラーメンのことはあの理解できないと思います。っていうのと一緒でね、だから自分が何を好きなのか、自分っていうのがどういう人間だとかね、自己分析とか、まあ就活生とかよく特にやると思うんですけど、それって自分がどうなのか、自分探しをするっていうね、よくどの人間もすると思うんですよ。自分らしさってなんだろうとか、自分って何なんだろうって考えることってあると思うんですけど、それってね、結局世の中のことを知るっていうことが結果自分を知るっていうことになるんじゃないかと思ったんですよね。そうそうそう、ま、言ってることわかりますかね。だからなんか世の中のことを知ると自分が多分より分かってくるんだろうなっていう。で、多分中田秀は自分探しの旅と題して世の中のいろんなことをあの、ね、自分の目で見て肌で感じてっていうことをしようと思って、そういうね、世界を回るっていうことに旅に出たんだなと思って、その時になんかそのどっかのコメンテーターがその自分探しの旅なんていうもの意味がねえみたいなこと言ってたのはまあ間違いであって、そんなことじゃなくて、中田秀が考えてたことはそんなカッコつけたね、カッコつけたただなんかお遊びに自分探しの旅だっていう言い訳をつけてるみたいな、そういうことじゃなくて、本当にその自分自身っていうのを見直した、見つめた時にね、多分中田秀はずっとそのままでね、ずっとサッカーがやっぱ第一のね、生活というか優先順位でやってきて、サッカー一筋でやってきてね、それこそもう物心ついた時から多分ずっとサッカーやってきたわけで、そんな自分がじゃあね、現役終わって次どうすんのかってなった時にどうしたいのかとか、自分がじゃあサッカー以外だと何だとか、サッカー以外の物事を知るとかっていうことに対してね、多分重要だって感じたんだろうなと思いまして、あ、なるほど、やっぱ中田秀はちげえなと思って、やっぱちげえわ、秀はちょっとちげえなと思って、うん、ちょっとなんかただのそのなんだろうな、ただのサッカー、元サッカー選手とかっていう、もうサッカーだけじゃないというか、一旦確かにそのね、自分探しの旅で世間からはねちょっとこう遠ざかったかもしれないけど、でも今なんかその日本酒のプロジェクトとか、日本の文化をねこう世の世界に発信するっていうようなこともやってたりしてね、授業を展開してるわけじゃないですか。ちげえなっていうふうに思ったという話ですよ。そうそうそう、だからやっぱね、なんかね、世の中のことを知るって大事だな。だし、それが結局のところ自分を知るっていう唯一の方法なんじゃないかと僕は。自分を知りたかったら自分って何なんだろうって考えてても多分分かんねえんだよな、おそらく。そう、それは目の前にラーメン出されて、このラーメンなん、どういうラーメンなんだ、どういう味するんだろうなって考えてるのと多分一緒なんだよな、そんな気がしてます。だからまあ世の中のことを知ると、知ってくうちに、あ、俺ってこういうの好きなんだな、あ、俺ってこういうの嫌いなんだなっていうのが分かってくる。で、自分が分からないやつっていうのは、てか、で、そうなると自分探しに終わりなんてないと思うんですよね、結局のとこ。だって世の中のこと全てなんか知り尽くせないですから。うん。そうそうそう。だからね、永遠死ぬまで人間っていうのは自分のことなんか多分分かんないんですよね。分かった気でいたりとか、分かっている部分もあるかもしれない。生きていく中で。分かってる部分もあるかもしれないんだが、すべて自分っていうのはこうであるみたいなのを、すべてこう知ることなんていうのはね、多分死ぬまでできないっていうか、世の中のことを知っていくごとに多分自分も変わっていくしね。で、変わってったら変わってったで、また新たな自分がね、発見されたりとかで、一生自分っていうことは分かんない、そのプロセスな気が してきた、俺は。
人生っていうのは、人生っていうのは自分を知るその終わりのない旅であると、かっこいい言い方で言うと、人生っていうのはね、自分を知るための終わりのない旅で、自分を知るためには世の中を知るということで、つまりね、つまり世の中のことを知るっていうのが僕はこう世の中の物事ですね、知り尽くせない途方もないことですよ、世の中のことなんか全部を知り尽くせるわけがないんだが、だが、それをこう探求していく、そういうプロセスなのではないかなと、僕はこう永田秀から学んだという話ですね。そうそうそう、だから就活生の皆さんね、あの自己分析だなんだなんつってね、やってたって、もう、ね、自分に問いかけてたって分かんねえんだよな、きっとな、自分なんてのは多分分かんないっす俺、多分あんな自己分析なんてね、僕もう今思うんですけど、就活生の時とか思い返してみて、いろいろ幼少期のとこ時から辿ってね、いろいろやるんですけど、結局のところあんなのなんかただのなん茶番というか、茶番にしか過ぎないというか、なんていうかな、それが何なのっていう、なんか俺が今就活生に戻ったらそうしますね、もうそう喧嘩売っていくスタイル。いや、あの、じゃあってちょっと話しとりますけど、じゃあね、こう面接官に、あなた自分のこと分かってるんですかみたいな、こう喧嘩スタイルでいきわ、そしたら、お、こいつちょっと違うな、なりそうじゃないですかね。みんなね、あの、口を開けば自己分析自己分析言いますけど、じゃああなた自分のこと分かってるんですか、自分のことなんか多分私は人間っていうのはね、一生分からないものだと思いますと、それを探求していくっていうのが人生っていうことの意味だと思ってるので、その自己分析なんかしたところで分かんないんですと、私は私、そしてその私があなたの会社に入りたいという心の声が言ってるんですと、これ落ちるな、こんなこと言ったら多分落ちるけど、ね、就活というゲームではあのこれ、ね、ダメなんで就活っていうゲームとね、実世界のあの真実っていうのはまたこれ違うんで、就活は就活であれ一つの茶番なんで、まあ、それはね、就活のルールに則ってやったものが勝つという。そうそうそう。サッカーで手使ったらアウトなのと一緒で、そういうことなんですよ。就活で、そういうなんか本当に真実みたいなことを言うと落ちます。落ちますんで、皆さん気をつけてください。今のは冗談ですから。はい、そんな感じでございます。はい、中田秀はやっぱちょっとかっこよかったな。中田秀。永田秀はちょっと僕もリスペクトしますね。圭介本田もリスペクトしますけど。またちょっとね、永田秀は。永田秀はちょっと違うな。ちょっと永田秀の方がね、アーティスト気質というかね、なんかそんな感じがする。はい。ちょっと話もそれましたけども。そんな感じのことを僕は思いましたという。